guys! Welcome to TGK Light Up TV! ということでね、今回は、後ろにね、あ、いなくなった。今日はちょっと若いコーチたち2人いるんで、大学生、ひろきコーチと、初登場、つっちーコーチです。お願いします。にちょっと協力をしてもらって、私が明日から京都大会 の、はい、あのキーパーバトルのキーパーバトルの京都大会に行くので、特訓にね付き合ってもらおうかなと思いまして、大学生、元気大学生バリバリのシュートを TGK は何本止められるのかというところで、目指せ100本ノック、はいはい、目指せ100本ノックっていうところでやっていきたいと思います。いけるかな。全然余裕ですよ。いけます。大丈夫、いけるかな。いけます。やってみます。とりあえず失点をしなければ負けることはないんですよ。そうです、はい、ブッフォン選手の名言言ってやってくださいよ。もうサッカーっていうのはシンプルなスポーツだ。僕が1点もやることがなかったら負けることはない。そういうことなんですよ。なんで、しっかり止めていきたいと思います。いきましょう。おう、バリバリの逆光ですけどバリバリの逆光ですけど、でも正面から取らないと。あ、やば。私は土屋コーチのいやらしいシュートを止めていくスタイルで、ひろきコーチは私へのストレスをぶつけてくるスタイルで。Yeah.
ちょっとこのバッドイメージのまま足の方が入ってくるけど。バッドイメージのまま出てない。やべえ、大人のパワーすげえ。でもさ、これ遠いよね。近い。同じぐらい。同じぐらい。まあでも本線ですね。近い。いや、多分同じ。同じぐらいだよ。同じぐらいか。オレもあるやん。めっちゃ強い人。受けてる。じゃそれ受けて終わろうかな。あ、なるほど。オッケー、行こう。こっちがいいか。いいよ。うわ、怖い。怖っ。怖っ。怖っ。行きます。はいよ。最後お接待でいいボールを蹴ってもらっていい感じで止めて明日京都に向かいますので、多分今私は京都に向かいながらこの映像を編集しているであろうと思われますので、京都大会来る方はぜひ、応援してもらって、で来週はあのキーパーバトルの実際の様子を流したいなと思いますので、ぜひ見てください。いいねコメントもお願いします。あ、先に言ってしまった、では、最後にチャンネル登録と気に入れお願いします。